ヤン・エルスターは、ノルウェーの社会理論家、政治学者。社会科学の哲学や、合理的選択理論についての著作がある。分析的、マルクス主義者の代表格でもある。新古典派経済学や、公共選択論を、行動主義的、心理学的な理由に基づいて批判している。オスロ出身。エルスターは、カール・マルクスについての学位論文によって、 パリのソルボンヌ大学から博士号を取得した。指導教員はレーモン・アロンである。エルスターはセプテンバーグループに長年所属していたが、1990年代初頭に脱退した。オスロ大学歴史学部で教鞭を取った後、シカゴ大学の哲学部と政治学部にて寄付講座教授を務めた。現在、コロンビア大学ロバート・ケイ・マートン社会科学教授。 並びにコレージュとフランス就寝教授である。1997年にジャンニコ賞、2016年にヨハンスクで政治学賞を受賞した。エルスターはノルウェー科学、人文学アカデミーの会員である。また、アメリカ芸術科学アカデミー、アメリカ哲学会、アカデミアエウロパエアにも所属しており、ブリティッシュアカデミーの客員フェローも務める。父は、ジャーナリスト、 著作家にして、ノルウェー放送協会 CEO のトロルフ・エルスター、母は詩人のマリ・エルスターである。エルスターはいくつもの大学から名誉博士号を得ている。また、重慶大学の客員教授でもある。エルスターの著作の特徴は、合理的選択理論に代表される分析的手法によって、文学や歴史から数多くの事例を引きつつ、哲学的、 倫理学的な考察を行っていることである。ダニエル・リトルは、ある書評にて次のように述べている。エルスターは、様々な学問領域における重要な貢献を果たした。彼の書物が扱うテーマの幅広さと深さは、学問の専門文化が著しい現在、稀に見るものである。政治学者だけでなく、経済学者や哲学者も彼を読み、議論している。 彼の著作の要点を一言でまとめることは難しい。というのも、経済学、政治学、歴史学、哲学、そして心理学といった広範な分野における深い理解のもと、彼の著作は書かれているからだ。エルスターは社会科学の哲学者としての側面を持つ。社会科学的説明は、方法論的個人主義とミクロ的基礎に基づいて行われねばならない。 と彼は強く主張している。マルクス主義者や他の社会科学者は機能主義に陥っているとエルスターは批判する。彼は機能主義に代わり、マルクス主義に対してゲーム理論による基礎付けを与えようとした。エルスターは合理的選択理論を用いて様々な社会現象を説明しようと試み、数多くの著作を表している。彼は次のように言う。 合理的選択理論は人間の行動を説明するための技術的手段にはとどまらない。それは我々自身を統合的に理解するための方法でもある。我々はいかなる行為をすべきかという問いだけではなく、我々は一体何者なのかを問うためにもそれは用いられるのだ。彼は合理的選択理論を幅広い分野に応用している。すなわち政治学。 バイアスと制約を受けた先行、感情、自制、マルクス主義などである。彼は数多くの複雑な問題を合理的選択理論における単純な概念を用いて解明してきた。例えば次のようなものだ。難易的先行形成、履歴効果、不完全な合理性、それらへの適応、時間先行、これらである。しかし次第に、エルスターは、 合理的選択理論に対する態度を変えてきている。1991年にロンドンレビューオブブックスに掲載されたある書評では、エルスターについて次のように書かれている。エルスターには迷いが生じている。あるいはそこまで言わずとも不信感を抱き始めたことに違いはない。自ら最新著には理性の力に対する私の強い幻滅が投影されていると述べているほどだ。 500ページもある体調、社会的行動の説明には、自身の見解を撤回するような以下の文言が登場する。合理的選択理論には、私が以前考えていたほどの説明力はない、と今では考えている。というのも、現実に生きる人々は、最新の学術論文に見られる数式だらけのページを、計算した上で行動しているわけではないからだ。 合理性をシミュレートしたり模倣したりするヒート的な一般メカニズムなどありはしないのだ。また、経験的な証拠というのは大抵、極めて脆弱である。これはもちろん雑白な感想でしかない。私はただ、優秀な学者たちの間で広範な意見の不一致があること、つまり、いわゆる何々学派の間には根本的で根強い対立が損していることを指摘したい。 論争がピタリとやむ収束点など決して存在しないのである。同著でエルスターは合理的行動だけでなく不合理的な行動についても議論している。後者は広くまたしばしば見られ避けることができないものである。我々は合理的でありたいという欲求を持つものだ。最新作公平無視ではこれらの洞察をさらに展開し、 私欲を離れた行為の可能性が探求されている。ありがとうございます。